志村殿を返してもらうぞ。
中心部の敵敵将を撃ち取るのだ撃ち取れ敵将が引いた武勇鉄ついてまいれ母は守ったしかし大勢がおのおのついてまいれ仲間を救い敵を蹴散らすぞ王子どもの新手だ切り捨ておのおのついてまいれ仲間を救い敵を蹴散らすぞおうこどもの新手だ切り捨てやっかい
我らのみ残された道は一つ、敵将を見つけ出し討ち取るのみ。最後までお供いたします。よく申した。いたぞ、あれが敵将。確保はできています。ここで決着をつけるぞ。
かにしてここへ。もう子供誰かが俺をかくまってくれた。その者が太刀も小さな足跡、おなんかあの家からだ。誰が歯を研いでおった武士か。俺の鎧壊れておる。だがあるだけありがたい。走れそう。ああ、おそらく。太刀は？ここにはない。私に任せて。ほら、隠れろ。ああ、殺さないで。死ぬのはおめえに。おめえを出せ。言うなってんだ。太刀が欲しいならついといて。どれほど寝ていた。数日、島の半分が乗っ取られちまったよ。ふっ、言うな。志村殿は戦場におられたか。自分？知らない。ユナ、待て。志村殿は俺の叔父だ。あんたが酒井陣か。地頭の甥の。して叔父上は生きておいでか。おそらくね。猛虎に囚われてるけど。場所はわかるか。東の海岸沿い。兼太の木であろう。叔父上を捕らえたことで守りも手薄のはずだ。攻め入るなら今しかない。殺されるよ。
だが無事にお助けすれば猛虎を打ち払うことができる。鎌倉に下部身を送り、ご助力も超えよう。あんたが切られるのを見るために世話してやったわけじゃないよ。ではなぜ助けた？死なれちゃ困るからさ、手を貸してほしい。叔父上さえご無事なら対馬は助かる。俺にとっても唯一の身内。行くぞ。くぐって。ねえ、仲間はいない。屋根に登り、戦場を漁るとは野党だな。その時いるものをもらうだけ。俺の太刀もか。太刀は食べ物と薬に変えた。なんだと。怒るな。買い手を捕らえて取り戻してやるわ。体じゃ心もとない。使えそうなものもらっときな。娘というのか。持ち主はとっくに死んでる。どこかにあるはず。我が名は酒井。お前にかなう者はいないな。だがまだまだ太刀に振り回されておる。稽古中です。父親の武具でか。これは酒井家の宝刀。戦を鎮め命を救った太刀だ。殴られたのか。いえ。
稽古の成果を見せてみよう。わしを撃ってみよう。はい、叔父上。さあ、撃ってこい。わしに当ててみよう。よし、陣、撃ってこい。わしに当ててみよう。よろしい。さように戦えれば、あざをつけられることもなかったな。不意をつかれたんです。ためらうことなく汚い手を使う敵が、とどめを刺しに戻ってきたとしよう。いかにして身を守る。そやつの目に砂を浴びせ、鼻を折ります。それから、めった打ちにしてやりましょう。それは誇りのない。安き勝利だ。武士たる者、敵が卑劣であろうと、そやつの道理を聞き入れず、己の義を貫け。忘れてはならぬぞ。はい、叔父上。ではわしの防御を崩せ。酒井陣が勇ある武士だと示してみよう。衝撃で防御を崩し、素早く打ち込め。攻撃で敵をひるませ、即撃で仕留めろ。攻撃で防御を崩し、素早く打ち込め。やめよ、降参だ。加減しましたね。しておらん。太刀であったら、わしは死んでおった。嘘です。お前に嘘をつくものか。よし、次はわしの攻めを防いでみよう。手心を期するでないぞ。よく防いだな。良い構えだ。疲れた。休みませんか。まだ終わってはおらんぞ。腹を据え、痛みに耐えてみせよ。よし。では受け流しを教えよう。わしの動きをしかと見ていろ。打ち込まれたらすかさず防げ。覚えが早いぞ。撃たれる寸前に受け流すのだ。焦ってはならん。上達しておるな。良い構えだ。休まれますか。お前の相手で息を切らすほど置いてはおらん。それでは槍が相手の稽古を始めよう。わしの槍をかわし、すかさず切り返してみよう。よし、その息だ。わしがついたら避けるのだ。槍先を見ろ。ついた後の隙を見逃すな。うまく避けた。よいか、かわしたらすぐさま攻めろ。雑な攻撃は防がれるぞ。よいか、いかなる武具もいかなる兵も打ち破る手はある。ご指導、痛み入ります。終わってはおらぬぞ。さて、陣よ、わしと刀比べをする気はあるか。あざができますよ。大口を叩くな。一つ賭けでもしよう。先に五本打った方が有限を決めるとする。ではタコにしましょう。うまいぞ。腕を上げたな。
お見事です。飯の前にあと一つだけ問おう。代々当家の武士は規律を守ってきた。何を重んじてきたかわかるか。見つけたんだね。馬はどこにおる？馬屋にいるかも。来て。騎兵だ。我が物顔で走ってる。馬屋はどこだ？燃えてる家の裏手さ。おいで。近づけそうだ。後ろから喉をかっ切れば静かに殺せる。誇りはないのか。道理に背くつもりはないぞ。来い鬼畜ども。近いな。助ける気じゃないだろうね。もう隠れん。太刀も取り返した。ちょっと万平だ。一人も逃がすでない。ありがとうございます。お侍は皆死んだと聞きましたが。どこかにかくまってもらえ。小金寺に行こうと思います。よし、街道は避けよう。必ず息子を守るのだぞ。あんた無茶ばかりするね。あやつは戦えぬからな。それにこれ以上見殺しにはできぬ。あんたなら大勢を救える。弟が猛虎にさらわれた。だから俺を助けたのか。私にはあの子しかいない。叔父上がお待ちなのだ。頼む、高さへ戻ればそれでいいんだ。叔父上をお救いした後でいいのならば探してみよう。
一緒に行くよ。馬屋はすぐそこだよ。急ごう。こやつらは軍馬、浜に連れて行かなかった馬だ。命拾いしたね。運がいい。どの馬に乗りたい？どうどう。似合ってる。名をつけねばな。剣をもかけよう。地頭は城の中だね。壁は高くて越えられないね。騒ぎでも起こして忍び込んでみる。いや、大手門から入る。ハーンは足立殿を生きたまま焼き殺し、叔父上を恥ずかしめ、武士を皆殺しにした。この恥はすすがねばならぬ。正面から突っ込んだらお仲間と同じ目に遭うよ。猛虎もそう考えるだろう。だが、こたびは俺が。お主はここで待っておる。志村殿を返してもらうぞ。
これ以上は無理だ。お主は戻れ。一人で逃げ道を探しておけ。叔父上を助けたらすぐに引く。馬も用意しとく。頼む。俺が戻らねば森に逃げろ。加減はせんぞ。
諦めろ、坂井とやら。黙れ、ケドーメ。島中の者がお父上を弔いに来ております。皆を返してくれ。何をおっしゃいますか。若様が酒井の家督なのですよ。ああ、お一人ではありませんよ。お父上は風となり導いてくださり、お母上は鳥となり見守ってくださいます。おじ上は。ご本人がお伝えくださいましょう。助かった、ユリ。酒井殿の息子とあらば、お前は我が子も同然だ。父君は何よりも民を守られた誠の者の不要。
上。お導きください。動けって頼むから。ユナ、ユナ。ジェン、どうだった？志村殿を見つけお助けしようとしたが、あえなくハーンに。叔父上は嘆いておろう。あんたが無事でよかったよ。命を捨てても対馬を救うつもりが、今や猛虎に故郷を乗っ取られ、味方もいなくなった。自分より強い奴に負ける気持ち、わかるよ。情けないよね。死んじまったら、元も子もないだろう。生き延びるためなら何だってやらなくちゃ。このまま再びハーンに挑んだとしても、返り討ちに遭うのは必定。他の手立てを考えねばなるまい。そうして志村殿を救い、故郷を取り戻そう。だったら私が。騎兵だ。ハーンの番犬だ。大勢で来る。まずい。隠れなきゃ。Der Neg hat toll. Samurai und den Marol noch noch. Wurde nicht sein. Gegen Samurai. Anta を探してるんだ。馬が逃げちまったじゃないか。主の元に戻るようしつけてやる。すごいな。猛虎はあんたを探してる。お主は逃げろ。俺が猛虎兵を引きつける。タカを助けるまでそばを離れるつもりはないよ。ではまず加勢を得ねばな。腕が立つといえば、石川先生や足立政子殿、このお二人を。タカだって腕はいい。あの子を助ければ島で一番の鍛冶屋が味方につくんだ。城に忍び込める道具だって作れるよ。では壁を登れるようなものは。タカの腕なら朝飯前さ。捕まった場所はケチのあたりだった。お主は先に行っておれ。後で向かおう。あの子は弱いから長くは持たない。ユナ、必ず弟は助ける。志村様も。